今日は合唱やボイスパーカッションのような複数人で歌を歌うスタイルを解説するよ。素ので複数人歌唱をするのは難しい。どうしても歌声が不安定になっちゃうね。いろいろとやり方を工夫してみたけど、やっぱり成功率は高くならなかった。今回解説するスタイルは失敗する時も多い。自分で試す時はその点に注意してね。今日解説するのはコラールアンサンブル、アンサンブルシンギング、ビートボクシング、合唱やボイパのスタイルの中から他の曲と混ざりやすいものをフィックしたよ。それと今回は歌詞のバース、コーラスをスタイルと同名のメタタグに置き換えたよ。効果の発動場所をメタタグで指定するとかなり成功率が高くなったからこうしてる。それじゃ実例を聞いてみようか。スタイル単独でインスト、ボーカル曲を作るよ。3種類のスタイル、それぞれの効果を聞いてもらったよ。コラールアンサンブルは強い合唱効果がある。そして教会音楽、賛美歌っぽくなりやすい。合唱スタイルとしては癖が強めだけど、このくらい強くないと歌が合唱にならない。合唱スタイルにはクワイアもあるけど、クワイアは他の曲と混ぜるとほぼ伴奏になるよ。アンサンブルシンギングは歌い手が複数になる。それしか効果がない変わったスタイルだね。同じメロディーを複数人が歌うだけのユニゾンになりやすいスタイルではある。でも曲調に合わせて歌い方は変わるよ。複数人要素だけが強いスタイルなんだ。もし合唱やハモリ要素を減らしたいならグループシンギングってスタイルもあるよ。グループシンギングはほぼユニゾンになる。実例はないけど参考として紹介しておくね。ビートボクシングはドラムが人の声になる、いわゆるボイパになるスタイルだよ。ただ海外のボイパになるから注意が必要。ヒップホップ系の音楽に近くなるよ。海外のボイパはソロが主流だから、このスタイルもほぼソロになってしまう。歌を入れれば歌詞プラスボイパで2人にはなる。でも複数人ボイパのノリは出せないね。ちなみに他の曲と混ぜるなら頭文字大文字ビートボクシングにした方が混ざりやすいと思う。まあでも小文字でもそんな差はないから、面倒であれば小文字でやってもいいと思うよ。それじゃ次はいろいろな曲のジャンルで複数人歌唱がどうなるかを聞いてみよう。後半の実例では複数人歌唱とボイパを分けて紹介することにするよ。合唱とボイパは別の動画にする予定だった。だから歌詞も混ぜるジャンルも違ってる。別ジャンル別歌詞で比較しても意味がない。ということでまずは複数人歌唱編からいくよ。
混ぜるスタイルはメディーバル、可愛いフューチャーベースデスメタル。コーラルアンサンブルとアンサンブルシンギング、合唱とみんなで歌うことの差は大きい。特にスノの合唱は厳かな雰囲気が、曲調を変えてしまうのが厄介なんだ。さてそれじゃ次はボイパの実例だね。ビートボクシングを他のジャンルと混ぜるよ。ボイパしようぜ、あのリズムに乗って、心の奥まで響いてと感じて、ボイパしようぜ、あのリズムに乗って心の奥まで響くビート感じて、おーおーおー、ボイパしようぜ、夜明けまでずっと君の音が世界を変えるよ。ボイパだけで一本の動画にしなかった理由、なんとなく分かってくれたんじゃないかな。ネタとしては面白い効果なんだけど、それ以上の使い道がないんだよね。でもここまで珍しい効果のスタイルを紹介しないってのももったいないということで、合唱系と合わせて解説したよ。ネタ的な面白さはあるから遊んでみてね。今回解説した合唱ボイパ系スタイルは、最初に言った通り成功率は高くない。しっかりとした曲を完成させようとしたら時間やクレジットはかなりかかるだろうね。でも魅力的で挑戦してみたくなる、そう思ったから動画にしてみたよ。それじゃまたね。